1912年のフレデリック・フリートフレデリック・フリートマストに備え付けられた受話器を掴んだ。ブリッジにいた6頭を公開し、ジェームズ・ポール・ムーディがその電話を取り、何を見たと尋ねた。フリートは真正面に氷山がありますと告げた。ムーディはありがとうと答えると、ブリッジの指揮を取る一頭を公開し、ウィリアム・マクマスター・マードックに、 フリーイートの言葉をそのまま伝達した。マードックは、おもだいっぱいという指示を相談員に下した。さらに機関室用信号機を使って、両エンジンに全速更新の指示を出した。結果、氷山への正面衝突は免れたものの、船体運転と氷山が接触した。その後、フリーイートは6号ボートでタイタニックから脱出している。ニューヨークに到着後には、 アメリカ上院の調査会で証言を行った。1912年6月からホワイトスターラインのオリンピック号で船員として働いたが事故を思い起こさせるタイタニックの生き残り船員を置いておくことを会社が嫌がったため8月には退社させられた。その後24年間ユニオンイコールキャッスルラインなどいくつかの海運企業で船員として働いた。 1917年には、ジャージー島出身のエヴァアーネスティン・レグロスと結婚した。1936年に、海での仕事を辞め、ハーランド・アンド・ウルフ社で、造船技師として働く。後には、ユニオン・イコール・キャッスル・ライン社の海岸化士官になる。人生の最後の数年には、サウサンプトンでコーガミンのパートタイムの街頭販売人をしていた。1964年12月に、 妻エヴァが死去。その時フリートはエヴァの兄の家で暮らしていたが、エヴァの死により家を追い出されて行き場所を失った。その2週間後の1965年1月10日にサウサンプトン市内で首吊り自殺した。ホリーブルック墓地の無表の貧困者墓地に埋葬された。1993年になってタイタニック歴史協会が寄付によってフリートの墓を建てた。 ありがとうございます。